久保さん、久保さん、ブルマ好きなんですね。正域ですね <laughs>。僕、ブルマはね、あんま、ちょっと燃えないですね。ブルマはちょっと燃えないかな。昔ね、あの、まあ、今どうなんですかね。あの、ルーズソックスっていうね。タイトルルーズソックスにしましょうか <laughs>。流行りましたね。女子高生。あの、ミニスカで。今、ミニスカとかどうなんですかね。 あの女子高生のミニスカはちょっと燃えましたけどね。どうなんだろう、今。<laughs> ルーズソックスも良かったなぁ。ルーズソックスとあのミニスカ良かったっすね。まあちょうど思春期っていうのもあっただ,だ,だろうけど。うん、今は多分、まあないんじゃないかな。まあルーズソックス履いてる人いないでしょうね、今ね。<laughs> そう。まああの、みんなルーズですね。やらないからね。<laughs> そう。 そう今さっきね、僕はあの、動画、別動画撮ってたんですけど、まあいろんなね、事例をたくさんご紹介して、まあおカリなさなのやつの動画も紹介したりとか、まあ価値について、え再定義しろと。価値の再定義しろみたいな話をしたんですけど、まあまず知らないと。で、しし知っててもやらないと。だから久保さんが言ってた通り、事例がないから、いや、そんなね、あの、 ダメなんじゃないかと。で事例があったらあったでもう遅いっていうね。これ面白いですよね。<laughs> 結局やらないっていうね。結局やらないのかっていうね <laughs>。そう。だからビットコインもね、この前僕びっくりした、まあま久保さん知ってると思うんですけど、ビットコインも600万まで上がってたんですね。ちょ合宿中にちょっとね、ちょっと聞いて、今ビットコイン600万ですよみたいな。マジでみたいな。<laughs> そんな上がったみたいな。<laughs> ものすごいですね。興味なかったんで <laughs>。 <laughs> 全く見てなかったですけどね、0.2円とか1円だった通貨が600万ってやばないですか ?1, 1ビットね、一番最初 0. 何歩だったような気がするんですけど、600万さ、すよ。やねんって話ですよね <laughs>。結局のなんだろうな。じゃあ今もね、じゃあ1ビット600万です。じゃあここが1000万まで上がるって言われてるのかなわかんないですけど、まあ、 あの、事例がある。これだけ上昇したっていう事例があっても買わないですよね。まあ僕はもう何も仮想通貨は多分買わないと思うんですけど。まあみんなそうですよ。上がっていく、うーっても買わないですよね。まあ上がりきってるから今買えない人は多いと思いますけど。まあこれからどんどん買えなくなるしね。うん。だからまあ、今ビットコインの話出たんで、 最後まとめると自分がビットコインになれってことですね。最初は見向きもされない通貨だったとしてもう価値を上げてってね、自分の価値を上げてって600万700万、そして3年で3億稼げる人間になれと言ってらっしゃい。